今回から難易度は強いになっております。というわけで、まあ打率もね3割6分4厘ってまあ一郎もびっくりな打率なんで、ちょっと普通には慣れてきたんで、普通っていうかノーマルか、難易度を強いに変更してあります。まあ今日は、フリー、夜が西武戦で、次また練習が来るな、でソフトバンク戦、ちょっと寝ときましょう。よし、体力も完璧。じゃ試合に臨みます。6連勝中、今日は古谷さん、古谷さん、どちらか未だに分かりません。西武ドームです。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武。これからマリーンズの攻撃に入ります。第9 6番だった。これはあーボール第2球投げました。あーこれ抜けねえな。当たり損ねピッチャーゴロ、一塁へ送るアウト。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。まずは出てるな。一塁タッチセーフ。しかもノーアウト。これちょっとあ抜けろ。あー何うまい。二塁アウト、アウトゲッツー。今の超うまい。もしやこれが強いの実力なのか。しかも左になってるピッチャーが、うわー今日はノーアンダっぽいな。やばい、またピッチャー変わってるし。第9投げました。カーブ見送ってストライク。第2球これはボールでしょう。カウントワンボールワンストライク。第3球これも外してきたな。外角高め、直球は外れてボール。これも外れる。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げました。よし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 。二遊間ライナー破っていった。クリーンヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。ああ止まったか。ツーベースヒット。今日初めてのヒットになりました。4の1か。まあまあですね。セット。ラリー敗れました。負けた。さて本日のヒーローたちのインタビュー。まあ、具体的にどこがどう強くなったのかはまだちょっと実感できないですけど、4の1、いまいちだったな、すいません。4の1じゃダメなの今。今日は出番がなかったぜ。あ、お給料日だ。あ、外国人獲得ですね。まあ練習って書いてあるから練習に行きましょう。ホークス3連戦、よーし行くぜ。松永調子が悪い。QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対、あ、今日はスタメンじゃない。変化球が多い気がするな。第2球投げた、外れた、ボール。カウントはツーボール。あー、第3球を投げた、これフォアボールなんじゃない。カウントスリー、あ、これフォアボールだ。第4球を投げた、これもフォアボール。これフォアボールだと評価どうなんの。まあ左ピッチャーだ。あー際どい、すごい際どい。まずは初球決めてきました。第2球投げた、インコース、ストレートは外れてボール。これも外れるしょ。投げた、内角高め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。よし、これは OK。 打った、当たりだ。あ、惜しい、いかなかったか。フェ
直撃、バッターランナーは一塁蹴って二塁。今の人帰ってこれたんじゃないの？さあ、ツーアウトランナー二塁。OK。ゲームセット。アリン、里崎さん。さて、本日のヒーローは里崎。多分投球の組み立て方がノーマルと比べてなんか上手くなってるっていうか、ノーマルの時は直球中心のたまに変化球っていう感じでしたけど、変化球がすごい多くなってきた感じがしますね。あ、一応すごい活躍なんだこれで。守備が上がった2安打違う2打数0安打1四死球だったぜ。微妙な顔してましたね。フリー、今福岡にいるの？あ、千葉県ホーム戦か。編集するか。評価も上がりますしね。そして2日目と。お、今1位だ。さすがっすね。ナルセ、今日はスターティングメンバーっすね。自分も行きます。QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス。なんか1点取られてるっぽいな。ほら、寺原だ。第9投げた。初球外れても完全なボール球。第2球。あー、際どい。アウトコースへ。第3球。早々に甘い球は投げてこないですね。投げました。ボール。アウトコースへ低め、際どいところ。カウントは2ボール1ストライク。これも際どい。投げました。うわー、危ない。2ストライクになったんで。これも外してきたか。ストレートはボール。インコースへ。内角外れて3ボール2ストライク。これも外したな。投げました。これは外れてフォアボール。最初のバッターボックスはフォアボール。は、打ち込まれてる。第9。俺が引導を渡してやると思ったら上げてしまった。センターフライ。取りました。今日はフォアボールとセンターフライ。第9投げました。初球外れても。第2球、これがなかなか打てないんだよな、スライダーが。右中間へ持っていきましたが、取りました。ボールは中継。これで2アウト。ここ打っとかないとちょっとやばいな。うわー、左だ。4度目のバッターボックス。違法、外れても。第2球投げた。ナックルカフェめっちゃ曲がるし。第3球を投げた。ちょっとナックルカーブは打てないっすよ。あー、上げちゃった。頼む頼む頼む。フェンスいっけー、アウトになった。今日また持ってきた。5打数五十嵐。第9投げた。もう際どいところ。投球これから2球目。インコース高め、ボール。際どいところ。カウンター2ボールノーストライク。投げた。うわ、速い。152キロは速い。第4球を投げた。おお、バッターよく見ました。カウントは3ボール1ストライク。投げた。よし、これはいいんじゃないの。あ、諦めた。なんであいつ諦めたんだよ今レフト諦めましたよね。俺もちょっとホームラン入ったかと思っちゃったよ。あー、勝った。 OK。 勝ちました。さあ、本日のヒーローは2名。インタビューが始まります。本当に今日はさよならだって書いてある。増田1勝7セーブ。これはどうだ。なかなかか。よかったよかった。
走力も上がったな。ゼロ打数ゼロ安打だったぜ。意味が分からない。今日は出番がなかったぜと何が違うのこれ。ゼロ打数ゼロ安打だったぜ。もうほんとよく分かんないっすね。ちょっと寝ときましょう。ここは自宅で休むのはいいな。落ち着く。よし、ソフトバンク戦。西野なんか結構調子悪いな、ピッチャー。 QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフト。だいたい6番あたりで定着しましたね。よし、これはあーちょっと早かったか。寄せゲラってドロップカーブ、ドロップカーブ持ってるやつ多いな。ただストレートがそんなに速くないんで。よし、あー早すぎんのかちょっと。あ、やばいやばいやばい、落ちろ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 、やったー。井口が出てるな、ルイに。インコースへ変化球、ボール。第2球、これも外してくると。カウンター2ボール。ゲッツーシフト。あー。第4球を投げた。しまった。チェンジアップはタイミングが合わない。追い込んで投げた。際どい。あ、アウトボールどうだ。細川、今拾った。井口って足速いな。あ、しまった、ゲッツーっぽい。あ、危ねえ。抜いていった。ヒットを放ちました。第9投げた、ストレートはボール、際どいボール。井口また塁に出てんな。第2球投げた、インロー際どいボール、カウンター2ボールノーストライク。あ、ヒット、カウントは3ボールノーストライク。これまたフォアボールなんじゃない。投球これから4球目、これはちょっと打てない。ストライク、フォーク打ちづらいな。さあ、5球は5球目。あー、しまった、これはやばい。あー、ゲッツーにはならなかった。スリーアウトチェンジ。スリーアウトかよ。2アウト2塁。アウトカウントを全然見てないですからね。なんか怒ってんな。第9投げた、低め、もう漢字の読めない岩なんとかさん。投げました、あー、打ちました。やばい、これ本田掴んだ。セカンドから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。試合終了。4対1。見事ホークスを下しました。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。コーリリーフって言われてもわかんねえな。あの人ね、服部さんっていうのかな。ちょっとずつ、今入団して1ヶ月ちょっと、まだ全員の名前は覚えきれてないという最悪の新人ですね。あ、増田8セーブ上げてる。3連勝。今日は出番がなかったぜ。打率も3割6分7厘か、結構いいな。どうなんだろうな、ゲームレベル。エキスパートっていうのがありますよね。ちょっとエキスパートにしてみましょう。簡単になったりして。よし、じゃあ次はエキスパートでやっていきましょう。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。